2018年、ある一つの発電所による発電量が世界最大の石炭及び天然ガス火力発電所の発電量の合計を上回りました。限りある化石燃料の代わりに、この巨大発電所が依存したのは、再生可能なエネルギー源として長年使われてきた流水でした。幅 2.3km 強の中国の三峡ダムは、世界最大の水力発電所であるだけにとどまらず、地球上に存在するどの発電所よりも高い発電能力を有しています。ではなぜ三峡ダムはこれほど大量の電力を発電できるのでしょうか。またそもそも水力発電所の仕組みはどのようなものなのでしょうか。水力発電用のダムは本質的には巨大な水門であり、水圧管と呼ばれる大型のパイプを使い、河川の自然な流路を変えるものです。勢いのある水が水圧管を流れ、そして水車を回転させます。水車は隣接する発電所にある発電機に取り付けられており、水車の羽が回ると磁界の中で導線を巻いたコイルが回転し、電流を安定的に発生させます。水圧管の取水口はいつでも閉じることが可能であるため、雨季の間は余分な水をダムに溜めておき、乾季に備えることができます。このことにより水力発電ダムでは天候によらず発電可能で、同時に遥か下流での洪水を防止する役割も担っています。これらの利点は中国湖北省にとってはずっと魅力でした。長江の流域周辺にあるこの地域では、雨季に長江の流量が最大に達すると人命を奪うような洪水が起きやすくなっています。ダムを建設して、この不安定な流路を安定した電力源にする計画は20世紀を通して進められていました。1994年にようやく建設が着工された当時の計画は大規模なものでした。計画ではダムは32基の水車を要し、以前の記録を保持していた南米のイタイプダムの水車数を12基上回る予定でした。水車は2カ所の異なる発電所に電力を供給し、それぞれから数百キロメートルに及ぶ一連の送電線が架設され、三峡ダムで生産された電力は遠くは上海の送電網にまで送られる計画でした。しかしながらこの野望は大きな犠牲を伴うものでした。ダムの貯水池建設にあたり、作業員は上流の600平方キロにわたる土地を水没させる必要に迫られました。この地域には13の都市と数百の村があり、1000を超える歴史的名所や遺産が存在していました。ダム建設によりおよそ140万人が移住を余儀なくされ、政府による移住計画は不十分だと多くの人が考えていました。物議を醸し出したダム建設に異議を唱える者も多くいましたが、ダムが洪水を抑制することにより守られる命は移住により生じる精神的ダメージに勝ると判断する者もいました。さらに上流域の水位を上げることで長江の航行可能性が改善され、船積み能力が向上することにより地域に数々の港町が栄えると見込まれました。2012年にダムが完成すると、中国の発電量は世界一となりました。2018年、三峡ダムは1016億キロワットアワーの電気を作りました。この電力量は中国総人口の 2% に1年間供給できる量、またはニューヨーク市にほぼ2年間供給できる量に相当します。実に驚くべき量のエネルギーです。けれども、これに遡ること2年前に三峡ダムよりも規模が半分以下のダムがなんとより多くの電気を作りました。イタイプダムは記録的な規模を有する三峡ダムよりも多くの電気を作ったのです。イタイプダムが三峡ダムより高い発電能力を持つ理由を理解するには、ダムの発電量を決定づける2つの要因に着目する必要があります。1つ目は水車の数です。三峡ダムに設置された水車の数は世界一です。つまり理論上、三峡ダムはイタイプダムよりも 50% 高い発電能力を持つのです。けれども2つ目の要因として、水車を通過する水の水圧と水量が挙げられます。三峡ダムではいくつもの深く狭い峡谷を勢いのある水が流れていきますが、長江の水量の季節的な変化によりダムの発電量が理論上の最大値に達するのを妨げられているのです。それに対しイタイプダムは、かつて地球上最大の水量を誇った滝の頂上があった場所に位置します。ダムの建設により自然の脅威は損なわれたものの、安定した水量のおかげでイタイプダムは毎年一定してより多くの電力を発電できるのです。世界一を求めるダムの争いはそこで終わりません。コンゴ民主共和国のインガフォールダムといった建設プロジェクトも発電量世界一の座をめぐり競争を繰り広げています。
けれども待ち受ける将来がどうであれ、政府に求められることは発電量の持続可能性とともに発電所が及ぼす影響が環境や人類にとっての持続可能性を保つことを保証することです。これらの動画で学び続けてください。購読もお忘れなく。新しい学びのチャンスを逃さないように。